家庭裁判所ってそんないい加減のところなのって問われれば、そうですね、そうかなというふうにこう、まあ、言わざるを得ない部分はどうしてもあるかと思います。はい、離婚110番、離婚カウンセラーの渋川義行です。本日はですね、家庭裁判所や調停についてですね、いくつかちょっとお話をさせていただければと思います。まあ、家庭裁判所とか調停についての、まあ、ご相談はですね、こう毎日毎日毎日、まあまあ、寄せられてまして、まあ、お答えしているわけですけれども、まあ、もちろん事例がですね、まあ、無数にありますので、まあ、そんな中でですね、まあ、この動画の撮影とかが、まあ、許す限りですね、まあ、一つ一つ、まあ、事例、1、2という感じでですね、まあ、お答えしていければと思っています。で、本日はですね、まあ、これも本当にこう皆さんの方から毎回毎回まあよく言われるような、まあ、ちょっとこうまあ愚痴のような質問のようなね、まあ、感じのお話なんですけれども、まあ、断るごとにですね、家庭裁判所に調停とか行かれている方からですね、家庭裁判所ってそういうもんなんですかとか、こんなところなんですかみたいなことをまあ言われたりするんですね。で、まあ、この家庭裁判所ってまあそういうところ、そういうもんなんですかみたいな、まあ、ご質問なんですけれども、まあ、ここにはですね、まあ、いくつかの意味があるんですけれども、大きく分けると、まあ、大体こう2つの意味でこう、まあ、問われていることがまあ多いんですね。まあ、1つはですね、家庭裁判所って、まあ、そんないい加減なところなんですかみたいな、そんなことないですよね。どういうことですかみたいな、まあそんなようなですね、まあクレームみたいなものですね。まあ私は家庭裁判所の人間ではないので、まあ私にクレーム言われても困るんですけれども、まあご相談ですから、まあそういう意味合いでまあ言われているっていうことが、まあもう一つで、まあ一つですよね。で、もう一つに関してはですね、まあ実際にまあそういうちょっとこう理不尽なことを言われたりとかされたりとかしたときに、まあ泣き寝入りしなきゃいけないのかっていうようなことですよね。まあその二つ、まあ、のどちらかで言われているっていうことが、まあ大体多いです。で、まあ、その一つ目なんですけれども、家庭裁判所ってまあそういうものなの、そんないい加減なところなんですかみたいなまあご質問があってですね、まあ、それを端的にすぐにまあ本当にお答えするということになると、まあ残念ですけどそうですねみたいな、まあ、お答えをせざるを得ないんですね。まあ、もちろんですね、全部がいい加減とか皆さんがいい加減とか、まあ、スタッフの方全員がそうっていうことではないんですけれども、ただ皆さんがこうですね期待するほどの、まあ、完璧さというかですね、まあ、きちんとしているというところではないんですよね。まあ、裁判所がきちんとしてなかったらじゃあもうどうしたらいいのみたいなことは、まあ、あるかとは思うんですけれども、まあ、やっぱりそれはまあ人間ですから、まあ、ミスもあったりとかですね、まあ、そういったこともあるんですけれども、やっぱりその場所がどこでであれですね、家庭裁判所であれ、まあ、警察署であれ、病院であれ、どこであれ、まあ、これ他の動画でも言ってるとは思うんですけども、やはりですね、その人がどんなに親身になっているかっていう問題に尽きると思うんですよね。だからまあそういうことを考えると、まあ、残念ですけどやっぱりまあ仕事でまあされているっていうまあ方がまあほとんどですから、そこまでやっぱりこう親身にもなってくれないし、いい加減な部分もあると。で、今日ちょっとご紹介したいこう事例としてはですね、まあ、あるまあ女性の方からのまあご相談を受けたまってたわけなんですけども、まあ、その方はですね、まあ、母子家庭というわけじゃないんですけども、まだ離婚成立してなくて別居中で、まあ、まあお子さん一人とですね、まあ暮らしているわけですけれども、まあちょっと生活もですねやはり苦しいので、まあ、ダブルワークをしているんですね。で、まあ、昼間は昼間で働いて、でその後ですね、まあまあ、夕方、まあ、保育園とか、まあ、預けてある、まあ、お子さんにこう会いに行って、まあ、夕飯の支度とか、まあ、そういったことなんか、まあ、お願いしたりとか、まあ様子を聞いたりとかして、その後またもう一つこう、ねまあ、夜の方のお仕事に出かけていくっていうね、まあ、そんなような形でダブルワークをされてて、でそれで、まあ、昼の仕事もそうですけど夜の仕事も両方ともこう、まあまあ、パートみたいな形でやってらっしゃるからシフト制なんですよね。で、まあ、ある時ですね、まあ、調停に、まあ、離婚調停と婚姻費用の調停に、まあ、行かれているわけですけれども、まあ、ある時、まあ、調停委員さんの方とですね、まあまあ、お話を、まあ、させていただいてて、で、まあ、じゃあ次回の調停をっていう、まあ、お話になって、まあ、今度その次が3回目の調停だったんですかね。でその時に、なかなかですねちょっとこう、まあ、シフトの都合があって、今すぐに決められないんですというようなか、まあ、お話をして、まあ、そうすると調停員さんの方もですね、まあ、女性の調停員さんが、あそうよね大変だよねっていうことで、じゃあとりあえず暫定的に何月何日ってこう決めときましょうと。でもしシフトが、まあ、大体、まあ、1週間から2週間ぐらい前に分かりますよねって、そうしたらちょっとその時にご連絡をいただいて、まあ、その日時で行ければいいけど、もしダメだったら、まあ、ちょっと日時変更とかね、まあ、そういったこともできると思いますから、そうしてくださいみたいなことで、ああ本当にすいません、もう調停の先生すいませんみたいな形で、で、まあ、終わって、
で実際にですね、この次の3回目の調停の、10日ほど前にですね、まあ、家庭裁判所の方に電話をしてですね、実はちょっとシフトがやっぱりどうしてもこう無理で、次回ですね、まあ、10日後のまあ何日になってるんですけど、すいませんけどちょっと1週間ほど伸ばしていただけると、あの少しですねシフトが余裕ができるのでなんとか出席できると思うんですっていうお話をしたら、いや基本的には日時はもう変えられませんからっていうふうにこう、まあ、電話に出た、方に言われてですね、だって調停員さんの方にはこういうふうにこう、まあ、お話になってたんですけどっていうようなことをまあ言ったところ、じゃあちょっとその調停の履歴見てみますねっていうことで、まあ、履歴を 見るって言われてですね、でちょっと待ってたら、まあ、また電話口に出ていらっしゃって、履歴見ましたけどそんな話はどこにも書いてないですねと、なので基本的に日時は変えられませんから、その日時で来てくださいと、まあ、ピシャッと言われてしまったと。まあ、それでその時は、そうですかみたいなことで、まあ、お電話をお切りになったんですね。でその後、まあ、私のところに、まあ、ご相談ということで、まあですね、まあ、聞かれたわけなんですけども、まあ、その方もですね、まあ、当初はですね、まあ、最初の頃はですね、まあ、弁護士さんを取ってたんですけれども、ちょっと弁護士さんといろいろあってですね、不信感があってですね、まあ、弁護士さんの方のご依頼をやめてしまって、まあ、その後からですね、まあ、私の方で、まあ、できるだけの、まあ、アドバイスとかを支え、まあ、させていただいているというような形ななんですけれども、まあ、それで、まあ、ことの経緯があって、まあ、開口一番ですね、もう家庭裁判所ってそんなところそんなもんなんですかって、調停員さんと、まあ、あんなにねきちんとお話をして、じゃ次回はこうしましょうっていうことで、それで家庭裁判所に電話したら、こんな剣もほろろみたいな対応で、こんなものなんですかみたいなことをまあ言われたので、まあ、私もですね、まあ、あんまり、まあ、こういう、こう、まあ、公の場でいろいろ言ったりってことはそんなにはっきりはできないんですけれども、まあ、まあ、お話、まあ、アドバイスさせていただいた内容としては、まあ、はっきり言いまして、まあ、家庭裁判所ね、そんなに期待できるほどきちんとしているっていう場所ではないので、まあ、こういうことも、まあ、もうたびたびありますと。まあ、ですから、まあ、じゃあ、いい加減なところですかって言われてしまえば、まあ、はっきりそうですねと、まあ、言わざるを得ない部分はあるんですよと。で、ただ、一番最初に言った、まあ、もう一つの部分ですね、じゃあそれでも泣き寝入りするしかないのかと、何もできないのかって言ったら、そうではなくって、もう一度、まあ、気を取り直してちょっとね、まあ、ご面倒ですけどお電話いただいて、で、まあ、同じ方が出るかどうかわからないけれども丁寧に説明をして、で前回、まあ、履歴に残ってないかもしれないけど調停員さんとはこういうお話になっててこうだから、ね、ぜひ私は出席する意思があるので、なんとかですね日時を変えてもらえないかと、そういうお話をして、まあ、絶対できるとは言いませんけど、まあ、分かっていただいて日時変更ということも可能じゃないかと思いますよと、ですからそれでもすぐに諦めるとか泣き寝入りということじゃなくって、なんとか、まあ、していただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますよということでもアドバイスさせていただいて、まあ、結局そうしていただいてその通りになったりはしたんですね。でもちろんこの、何回も電話すれば必ずできるということではないですけれども、まあ、ただ、まあ、自分の思ってたことと、まあ、違うとびっくりしてしまって、もうダメなのかみたいな、ね、まあ、ことで考えてしまう方も、まあ、多いかと思うんですけれども、まあ、正直ちょっと家庭裁判所とか調停とかね、まあ、そういったところであったとしても、まあ、手違いもそうだし人によって対応というのは違ったりしますから、まあ、こういったことも、まあ、往々にしておきますよと、まあ、いうことをですね、まあ、本日はまあお話しさせていただきました。またですね、違う、まあ、事例もたくさんありますので、同じような形でですね、こんなこともあるのみたいなこともあると思いますので、まあ、そういったこと、また次回ですね、お話しさせていただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。まあ、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。まあ、よろしければまたですね、まあ、高評価とかですね、チャンネル登録とか、ぜひよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。